ジェファーソン・エアプレーンはアメリカ合衆国出身のロックバンド。60年代のアメリカンにおけるロックオーロン時代から活動するバンドの一つでサイケデリック文化を象徴する代表的グループ。一度解散後、ジェファーソン・スターシップに改名して音楽活動を継続し、さらにスターシップへと分離した。1996年、ロックの殿堂入り。 1990年代以降は、ポール・カントナーが再興した、ジェファーソン・スターシップと、ミッキー・トーマスが主催する、スターシップの二つの流れが共存している。ジェファーソン・エアプレーン自体は、1965年から1970年代前半まで、活動したバンドだが、ジェファーソンと名乗るバンドの鍵を握るのは、創設メンバーである、マーティ・バリン、ポール・カントナーだった。エアプレーンにとどまらず、 ジェファーソン・スターシップ以降も記述する。ジェファーソン・エアプレーンは、アメリカン・ロックシーンの黎明期、フォーク・リバイバル運動を経て、フォーク・ロックにサイケデリック・ロックの代表格と捉えられ、1960年代後期のカウンター・カルチャーを象徴するバンドの一つになった。ジェファーソン・スターシップは、ポール・カントナーとグレース・スリック、グレート・フル・デッドのジェディ・ガルシア、ビル・クルーズマン、ミッキー・ハートに、 グラハム・ナッシュとデビット・クロスビーたちのセッションプロジェクトとして1970年に始めたプラネット・アース・ロック・ロール・オーケストラが元でクロスビーのソロデビューアルバム If I Could Only Remember My Name などが作られている1974年にパーマネントバンドとして正式にデビューしてロックビジネスが成長していく時流に乗ることにも成功し1970年代後半の有名 アメリカンバンドの一つになった。リードシンガーをミッキー・トーマスに変えたバンドは70年代末はハードロック路線だった。バンドは1980年代に入ると次第に活動は低迷する。1980年代に入ると第二のジャーニーを探すレコード会社の要求によって産業ロックサウンドを模索。1985年にグレース・スリックと ミッキー・トーマスを看板に産業ロックとアダルトコンテンポラリーのポップ路線を歩むスターシップになってしまった。この時期、脱退した創設メンバーのポール・カントナーは事故のスタイルで再始動し、KBC、ジェファーソン・エア・プレイン・リユニオン、ソロ活動を経て新編成、ジェファーソン・スターシップとして現在に至る。スターシップの最後まで在籍したミッキー・トーマスが、 1990年代初頭に事故のバンドをスターシップ名義で再編成し、現在までポール・カントナーのジェファーソン・スターシップと同時に存在している。マーティ・バリン、ポール・カントナーの創始メンバーによるジェファーソン・エアプレーンから、ジェファーソン・スターシップから、現在のジェファーソン・スターシップ、グレース・スリック在籍の時期のスターシップから、スリック脱退後のスターシップ、及び、 ミッキー・トーマス率いる現在のスターシップはそれぞれ異なるファン層を持ち全く別なバンドと見るのが妥当である。シグニートリー・アンダーソン在籍時代1960年代に吹き荒れたビートルズ旋風ブリティッシュ・インベイジョンその刺激を受けて続々と誕生した新世代の US バンドを代表するグループだった。反体制や薬物体験を歌った歌詞などにより 60年代、カウンターカルチャーの申し事も見られた。また、ドラッグカルチャーやライトショーを駆使したステージに象徴されるサイケデリアの時代にバンドは最初のピークを迎えた。そのイメージから日本ではサイケデリックロックの代表格として語られることも多いのだが、実際にはそのサイケ時代は短く、より幅広い音楽的要素を持っているバンドである。バンド創設者、 マーティバリンは1962年にポップス、R&R シンガーとしてシングルデビューし、その後サンフランシスコに移りダンサーで活躍したり、フォークグループに参加していたが、バンドスタイルで自分のグループ結成を目論む。一方、ネッカラのフォーキーであるポール・カントナーはフォークシンガーとしてサンフランシスコのコーヒーハウスなどで活動していた。この二人が出会い中心に、 1965年にジェファーソンエアプレインの母体が出来上がりライブデビュー。r c a との契約はサンフランシスコエリアのロックバンドで初メジャー契約のバンドとして一躍注目を集めた。当初はバリンのボーカルを中心に1966年のデビューアルバムテイクスオフでは サンフランシスコローカルのトップグループボーブラメルズの流れを組む軽快な楽曲、フォークシーンでは堅実なブルースギターを得意にとしていたカウコネンらの演奏にプロデュースと録音エンジニアを務めたデビット・ハッシンジャーのアレンジでフォーク、R&R、R&B、ブルースが混ざり合ったフォークロックだった。東海岸ニューヨークのラビンスプーンフルや ブルースプロジェクトなど派生したグループと西海岸サンフランシスコでは音楽傾向が異なった。フォークロック1 0区に当たるバーズは1966年にアルバム霧の5次元を発表。この新規な実験音楽が流行し電気増幅された楽器と音響装置の改良進化を反映したものだった。演劇と実験音楽やオペラなどの体験から独自に特徴ある男女3人による ボーカルハーモニーで一般的認知のギター、ベースサウンドが絡むスタイルはほぼ確立されていった。グレーススリック加入期1967年のシュールレアディスティックピロー制作前にはグレーススリックが加入してバンドに一大飛躍をもたらす。そのカリスマ性を体現するかのような強力な歌声でアルバムからホワイトラビット、ホワイトラビットの中ヒットサムバディトゥラブ、 サムバディー・ツー・ラブの大ヒットが生まれた。また各メンバーも強烈に主張し始め、バリン作のメランコリックな曲、すでにホットツナを予感させるようまかうコン連の曲、3人のボーカルが絡み合う曲など、その後長らくバンドを彩る多様なスタイルがすでに現れていた。そして、モンタレーポップ・フェスティバルへの出演により、エアプレーンの名前は全米に広まった。このコールより、 ライブ照明にリキッドライトを導入している。当初はバリンがリーダーだったが、サードアルバムを制作する頃からは、独創性を発揮し始めたカントナーのリーダーシップやた、メンバーの主張も台頭し、バンド内の力関係も変化し始める。はためには、危ういとさえ感じられる。この個性のぶつかり合いこそが、バンドを時代の頂点に押し上げる原動力になった。ちなみに、 バリンはポップソングや R&R、R&B、カントナーはフォークミュージック、ギターのカウコネームはトラディショナルなブルースの追求者、ベースのジャック・キャサディは R&B、ブルーズ、R&R、ジャズと幅広く好み、ドラムスのスペンサー・ドライデンはジャズ出身という多様性を持っていた。当時の大掛かりなフェスティバルにも、 くまなく参加し1967から1969年にかけて人気はピークに達した。ひたすら新しい音楽表現を追求したサイケデリアの時代が過ぎ、1969年のウッドストックに出演する頃にはベトナム戦争が泥沼かバンドは反体制メッセージの代弁者としての存在感が増してゆく。その中心は政治的メッセージを発する カントナーとカリスマ性が頂点に達したスリックに移っていた。また演奏スタイルも1970年代に入る頃にはストレートでややハードなものに変化していった。一方、あまりにも過酷になった活動の中でよりパーソナルな音楽活動を望むカウコネントキャサディは1969年頃からブルーズデュオホットツナホットツナの原型をした後 西海岸のミュージシャンとプラネットアースロックンロール、オーケストラと呼ぶセッションを活発に行っていたカントナーは、1970年に自己のプロジェクトユニット、ポール・キャントナー、ジェファーソン・スターシップ名義でのアルバムを発表した。さらに、1969年12月6日、オルタモント・フリー・コンサートの出演では、観客の喧嘩に直接仲裁へ、ステージから飛び降りたバリンに、 ボートの一人が殴りかかり、その場で、そっと失神する傷害事件発生や、ジミヘンドリックス、ジャニス・ジョプリンの死を契機に、バリンは音楽活動自体を見直したいと考えるようになり、自分が作ったバンドから1971年に、脱退。RCA との契約期間が終了したバンドは、このような状況においても1971年に、自分たちのインディペンデントレーベル、 グラントを設立し、同年、エアプレーンとして、ミリオンセラーのスタジオ作、バークを制作。他のアーティストとも契約して、作品をリリースするなど、チャレンジは続けた。しかしこの時期、LA 勢力の台頭など音楽シーンの新旧交代も影響して、エアプレーンとしての活動は停滞。カントナーは、スリックのソロを含む、 プロジェクト作品を1973年までにさらに3枚制作して、スターシップのコンセプトを発展、ホットツナもアルバム制作を続けるなど、各々の,の,のソロ活動が本格的になり、外に向かっていった。1972年に最後のツアーが行われた後、翌1973年にはそのライブ版がリリースされた。しかし、ホットツナ組の2人は、 完全にバンドを離れてしまい、ジェファーソンエアプレーンは、正式に解散した。1976年に USA、サンフランシスコ公演エアプレーン解散の、翌1974年、カントナープロジェクトのメンバーをベースに、グレーススリックのファーストソロをプロモートするツアーを行うことになり、バンド名を、パーマネントバンドとしてのジェファーソンスターシップに決定。メンバーは、ポール・カントナー。 グレース・スリック、ディビット・フライバーグ、パパ・ジョン・クリーチ、ジョン・バーベータのエアプレーン最終組にギタリストのクレイグ・チャキーソ、ベーシスト・ギタリストにピーター・カウコネンを加えたもの。この公演の後、ピーター・カウコネンがピート・シアーズに交代して、ファーストアルバム、ドラゴン・フライが制作された。このように、ある時期を境にエアプレーンからスター・シップに単にされたのではなく、 エアプレーンとカントナーのスターシップが並行して活動し、エアプレーンが解散した後で、スターシップが改めてデビューしたのが経緯だった。ファーストアルバムとライブには、マーティ・バリンが早くもゲスト参加し、その曲、キャロリンは FM ステーションでヘビーローテーションになる。セカンドアルバム、レッド・オクトパスからはバリンがフルタイムで復帰し、彼の作品、ミラクルズ、ミラクルズが、 大ヒット。同年のランナウェイも好評だった。さらに78年にはカウントオンミーもヒットした。復活したバリン、スリック、カントナーのコーラスワークを新しいバンドアンサンブルに乗せて一気に人気グループの座を奪還した。エアプレーンとは大幅に異なる音楽を取り入れて1970年代、ロックシーンのメインストリームに登場した形だが、 この時はメンバー自身が主導してつかんだ成功であり、1980年代に起きた変化とは異なっていたと言える。1970年代のロックシーンで通用する音楽作りという面では、作曲、編曲で大活躍を見せたピート・シアーズの手腕が大きく貢献した。また、カウコネンとは全く違ったコンテンポラリーなスタイルを持つクレイグ・ジャキーソも演奏。 作曲で活躍した。4年余り続いた、このジェファーソン・スター・シップの前世紀には、音楽的にバリンの存在感が大きくなり、エアプレーン結成以来ようやく彼の理想的なバンドが実現した時代でもあった。そして彼だけでなく、グレース・スリックの歌唱力を活かした曲や、エアプレーン以来のボーカルワークを活かした曲も数多く、生まれ、4枚のアルバムが成功を収める。 バンドとしての調和も取れた時期だった。しかし、長らくバンドのシンボルであり続けたスリックが、精神的不安定から、深刻なドラッグ中毒のトラブルを抱え一時だった余儀なくされる。リードシンガーは、マーティバリン一人という体制で、ツアーも続け、1978年には、この編成での最終シングル、ライトザスカイオンファイヤーを発表。これは、 アメリカの TV 版、スター・ウォーズ・ホリデースペシャルのテーマ曲になり、バンドも演奏シーンで出演した。この後、ドラマーのジョン・バーベータが自動車事故で活動できなくなり、エンズレイ・ダンバーが参加する。1981年バンドは、ラブ・バラード等を極力減らして、より強力な音楽でイメージチェンジを図ることを決め、新作のためのリハーサル、レコーディングに入る。しかし、 再びバリンがバンドを離れる事態になり、公認として南部出身のミッキー・トーマスを起用。完成された1979年のフリーダム80.0はトーマスの性質を生かしたハードロック路線だった。東東風、ハードロックのシングル版ジェーンはまずまずの成功を収めたが、60年代以来のファンからは産業ロック志向であるとの否定的な評価を受けた。 その延長線上で作られた1981年のモダンタイムズにはグレース・スリックがゲストとして参加、さらに1982年のウィンズ・オブ・チェンジでは正式復帰した。バンドは万全の体制に回復したかに見えたのだが、1980年代、初頭から方向性の模索を続けなければならない状況に陥っていた。レコード会社は、 当時のメインストリームになったジャーニー、ボストン、バンヘーレン、カンサス、スティックス、ナイトレンジャー、トートー、レオスピードワゴン、ホリナーといった産業ロック、スタジアムロックスタイルのヒット曲を要求。そして、さらに急速に変化する音楽シーンは MTV 全盛期に突入し、音楽ビジネスの先端はビジュアル戦略にも重きを置いたマドンナ。 マイケル・ジャクソンなどのポップソングに移っていった。会社は1960年代以来のベテランアーティストに厳しい対処をするようになり、ジェファーソンらしい音楽は急激に失われ、メンバー間の対立も深刻になった。それは一般的に伝えられたようなカントナー一人が浮いてしまったという単純なものではなかった。より若いターゲットに向けて、 コンテンポラリーな MTV 路線を試行するようになったミッキー・トーマス、クレイグ・チャキーソ、ドニー・ボールドウィン、それに対してシンセサイザー、コンピューターを多用しながらも従来通りのコアなロックファンにアピールしたいと考えるポール・カントナー、ピート・シアーズ、ディビット・フライバーグの2杯に分かれ、最後の切り札を握るのがグレース・スリックという構図だったと伝えられる。この間、マーティ・バリンは81年に ハーツのヒットを放った。カントナーは13年ぶりにソロプロジェクトでの制作を復活、プラネットアースロックンロールオーケストラ名義でのソロアルバム、プラネットアースロックンロールオーケストラを発表。こちらの方が、本来のジェファーソンサウンドが展開されている作品だった。続く、ジェファーソンスターシップのニュークリアファニチャーでは、当時最新のエレクトロポップを大幅に導入。 ここで本来のコンセプトメーカーであったカントナーが突出してバンドと対立するようになる。この時期はレコードセールスの要因もあって特に日本ではスターシップについての情報しか入らず長いジェファーソンの歴史で単に最後のバンドがスターシップだったという認識が強い。しかし1985年以降の数年間はスリックやトーマスを看板とする。 スターシップとカントナーを中心とした KBC 再結成エアプレーンに分裂していた。スターシップやがてレコード会社やプロデューサーが求めるような MTV 時代に生き残るためのスタイルを受け入れようと考えたスリック、トーマスがバンドの方向性を握るようになる。バンドの変容は進み、あるライブでは女性バックコーラスを配置する案まで出て、これにカントナーは激怒。 また、当時勢いに乗っていた、ロックバンド、ジャーニーの前座を務めるという提案もあったが、かつて一緒にツアーをした時に比べ、極度に安い報酬を提案されたために、拒否、という話も残っている。このような経緯から、もはや主導権が取れなくなったカントナーは、もう一枚アルバムを制作した後に解散するという、意思を表明するが、他メンバーは、存続を要求。 1984年、結局カントナーが単独で脱退し、残ったメンバーたちに、バンド名、ジェファーソン・スターシップを使わないように訴訟を起こす。1985年の判決の結果、両者とも使えないことになり、折衷案として、ジェファーソンを外して、スターシップとなり、新たに、RCA と4枚のアルバム制作の契約を結んで再出発した。バンドは、 当時先端のサウンドを全面的に取り入れ、マーティン・ページによるシングル、シスコは、ロックシティは、エアプレーン時代から通算しても、シングル初となる全米一位を獲得。エアプレーン以来果たせなかった日本公演も実現している。外部ライターの楽曲を中心に、完全にマーケティング主導型の制作をする、コーポレートロック体制に変更。ファン層は入れ替わった。さら、 ナッシング、s ゴナストップアスナウの2曲はナンバーワンヒットになったが、熱心なロックファンからは見放されてしまった。1988年に年齢と音楽性の不一致を理由に、ジェファーソンエアプレーン時代から在籍した最後のメンバーであるグレース・スリックがライブ活動からの引退を表明、そのまま脱退してしまう。 中心メンバーがミッキー・トーマスとクレイグ・チャキーソだけになったバンドはメンバーを補充しながら活動を継続しもう一枚のアルバムラブ・アマング・ザ・カニバルズは低迷しシングル It's not enough I didn't mean to stay all night と思うようなヒットは出せなかったそして1990年に解散を決めたトーマス以外はすべてスタジオミュージシャンを起用することを要求するほどに レコード会社のコントロールは熾烈になり、大企業により、バンドの音楽性もミュージシャンのパーソナリティも破壊されてしまったと、1974年のジェファーソンスターシップデビューから在籍し続けた最後の一人であった、チャキーソが後に語っている。KBC バンド一方、カントナーは、本来自分が目指してきた音楽をやるために動き始めた。ソロ活動をしていた、 マーティ・バリンのライブで1984年中には、早くも共演し、スフトバンドを結成。1986年にアリスタから、アルバム、KBC バンドを発表した。シングル、It's Not You, It's Not Me が、かろうじて最高89位など、レコードセールス的には振るわなかったが、アルバム中数曲で8年ぶりにカントナー、バリンの共作も復活して、 ジェファーソンの正当な流れを組む演奏を聴かせ、事実上のファミリー再結集として、ライブで人気を博した。当時、アメリカの抱える諸問題をストレートに取り上げた、ブルース・スプリングスティーンの、ボーインザ・ USA や、ジャクソン・ブラウンの、フォー・アメリカなどがヒットしていた。k b g バンドでは1969年当時の、エアプレインを思わせるような、カントナー。 マリン共作のシングル、アメリカを発表。これは、ベトナム戦争後の問題や権力への批判を織り込みながらも、未来を肯定するという内容で、商業成績という重しが取れ、晴れて軽やかに世の中に目を向けて、歌えるようになった久々のカントナーらしいメッセージの曲だった。1987年、カントナーはアルバムに収録されていた曲、マリエルがきっかけで、 シンガーソングライターのクリス・クリストファーソンと共に、ニカラグアに、長期滞在し、帰国後、ペーパーバック、ポール・キャントナー・エス・ニカラグア・ダイアリーを出版した。バンドは活発なライブ活動を続け、セカンドアルバムに取り掛かったが、レコード会社のサポートは、得られず解散した。短期間の活動に終わったが、この時のメンバーが、ゲンジェファーソン・スターシップ再結成の基盤にもなった。再結成。 ジェファーソン・エアプレーン・カントナーは KBC 解散後、ヨーマ・カウコネン、ジャック・キャサディと共に、ホット・ツナウィズ・ポール・キャントナーとしてツアーを行い、これが次の再編劇の幕開けとなる。1988年、ここに引退したはずのグレース・スリックも加わり、エアプレーンの4人が16年ぶりに顔を合わせた。そして1989年には、マーティ・バリンも参加を承諾し、 かつてのドラマーだったスペンサー・ドライデンを除く全盛期の5人でジェファーソン・エアプレーン再結成が実現した。これはスリックを含むメンバーでバンドにもう一花咲かせようと望んだカントナーが奔走して実現したリユニオンであり、決してレコード会社主導のイベントではなかった。アルバムジェファーソン・エアプレーンは最高85位シングルプレーンズ・サマー・オブ・ラブは チャートインを果たせなかったが、全米ツアーは成功を収める。東海岸でも数度のアリーナ公演をソールドアウト、地元ゴールデンゲートパークでは6万5000人を動員するが、その直後にまた活動停止した。ホットツナ再始動に向けて動き始めたヨーマカウコンレント、ジャック・キャサディの再びの脱退が直接の原因になったとされる。ちなみに、 カントナーの初来日となるはずだった日本公演は中止になっている。このように1985年から1989年にかけてはかつての仲間同士が裁判沙汰になったり再び手を組んだりという離合集散の動きが激しく、これに対して産業ロックのスターシップに残ったメンバーは激怒したと言われる。1989年のスターシップのアルバム、 ラブアマングザカニバルズは彼らを皮肉ったタイトルであるとトーマスはインタビューで語っていた。1989年、スターシップ再結成、ジェファーソンエアプレーンにグループが並存する形になった。1990から1991年にかけては、カントナーは KBC バンドのキーボーディストティム・ゴーマンとギタリストスリック・アギラーラとソロアコースティックユニットポール。 キャントナー S ウッドンシップを組み全名でライブ活動を行った。この当時のライブは日本向けに収録され NHKBS で放映されたことがある。また、ポールキャントナーフィメールシンガーズプロジェクトを立ち上げてデモ音源まで制作したが正式には発表されないままになっている。ただしここにはジェファーソンスターシップ。 The Next Generation に参加する女性シンガー、ダービー・グールドも参加し、この時の楽曲は後のスタジオ作でも取り上げられている。USA サンタクルーズ公演1992年、ポール・キャントナー、S ・ウッドン・シップの3人に、ベースのジャック・キャサディ、フィドルのパパ・ジョン・フリーチ、新女性シンガーに、地元シスコで活動していたダービー・グールドを加え、ジェファーソン・スター・シップが結成された。 翌1993年にはバリンも再合流し、1994年にはようやくの初来日を果たしている。権利関係の問題でエアプレーンを名乗ることはできないが、ライブでは1965年デビュー以来の各ソロ作品も含めた膨大な楽曲を網羅し、1992から2007年までに21カ国で計900回近くが行われている。 またフル編成のジェファーソン・スターシップ、ザ・ネクスト・ジェネレーション、マーティとドラムスが外れたカントナーのソロステージに近い、ジェファーソン・スターシップ、アコースティック・エクスプローラーの2種類があり、セットリストが大幅に異なる。1995年、新曲を含むライブ CD を発表。一部収録曲、ミックスの異なるスタジオ作品を1998年、1999年に、 発表。1999年には2度目の東京公演を行った。2000年以降にはライブ CD や DVD をマイナーレーベルや公式サイトから数多く作品をリリース。2005年から進行のあるロックバンドファミリーのデビュー40周年記念ツアーに同行。2007年の時点ではマーティ・バリン、ポール・カントナー、ディビット・フライバーグ、ダイアナ・マンガーの スリック・アギラー、プレディ・プリンス、クリス・スミス。ツアーによって、ダービー・グールド、トム・コンスタンテン、リンダ・インペリアル、ピート・シアーズ、ピーター・カウコネン、ボビー・ベガなどが、ゲスト参加している。USA ・ジャクソンビル公演2008年、ダイアナ・マンガーノに代わり、歴代5人目になる、女性ボーカル、キャシー・リチャードソンが新加入。同年9月、10年ぶりのアルバム、 ジェファーソンツリー・オブリバティをリリース。2012年、再始動から長年在籍しているギタリストスリック、アギラーが病により降板。大役にジュード・ゴールドが加入。2016年1月28日の同日、創設メンバーのポール・カントナーと、初代女性ボーカルのシグニートリー・アンダーソンが死去。2018年、創設メンバーのマーキ・バリンが惜しくも死去した。 スターシップに在籍したメンバーは、スターシップを参照。テイクメツー、エーサーカステント、ザ・ジェファーソンエアプレーンフライトマニュアル、クレイグ・フェントン・チョコッタ・レボリューション、ザ・タービュラント・フライト・オブ、ジェファーソンエアプレーン、ジェフタ・タマーカン・チョウィ・オール・アー・ワン、ジョン・ルイジー・ブレイジー・チョ・ストレンジ・デイズ2008年3月号、ジェファーソン・スターシップ記事、ストレンジ・デイズ2005年9月号、 ジェファーソンエアプレイン特集レコードコレクターズ1987年8月号サンフランシスコサウンドジェファーソンエアプレインレコードコレクターズ増刊アメリカンロックボリューム1ポップシケルボリューム4ナンバーワンレディセンバー1979ありがとうございます